これでございますよ。これ、ね、この川目の模様、これ、この城でございますね。この城はね、さっと川目を焼いて、その後二倍酢につけるというね、視聴者さんから教えていただいた料理です。それをね、作ってみて、それで食べてみようと、そういうことで出来上がったんでな、今宵晩酌の酒の肴で食ってみることにいたします。ね、で、作るところはメイン動画の方でもって、素焼きにするところまでは確かやってるよね。で、その後な、その後って言っても大したことないんだけど、ただ2倍酢につけて、冷蔵庫の中に、丸1日入れといた。それで出して、このお皿に盛るという。まあ一応ね、そこのところもね、撮影はしてありますので、一応ご覧になってください。そしてこれ、丸1日、冷蔵庫の中で保管しておいたものです。こういうふうにね、2匹ずつこうビニール袋に入れてね、こうすればほら、1回分がこう出せるでしょ？ね、こんな感じでもって、それでこう2倍酢につけて、丸1日冷蔵庫の中に入れときました。じゃあね、今晩これ晩酌で、この2匹分、これをね、お皿に出して食べてみることにしましょう。じゃあな、このお皿にちょっと出してみましょう。汁ごと出してみましょうか。じゃあこれね、これまずこのハサミでこの封をね切って、それでこの2倍酢ごとここにこれ出す出ました。はい、これじゃあこれを食ってみましょうと、まあこんな感じでね、でお皿に出したんですよ。どうですかね、これね。食ってみましょうね。美味しいかな、どうかな。骨が柔らかくなってるって、そういうことだと思うんだよね。どういうことなんだか。でもまあほらね、こうなんとなく見た目はさ、まあ焼き魚と煮魚の間みたいな感じだよね。一応焼いたんだけど、中までちゃんと火が通るようには焼きましたよ。焼きました。どうせだからここに、お、2倍酢があるから、2倍酢こうチャパチャパってつけて食ったらいいのかもしれない。ちょっとね、じゃあ食ってみますよ。柔らかい。柔らかい。身が柔らかいのと、なんかね、骨がほら、これ、骨骨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 
小骨多いんだよね、これね、ここね、骨切りなんか一切してないんだけど、ちょっと、ね、大丈夫かな、いきます。うん、やっぱり24時間2倍酢につけると、それだけで、だいぶこう、柔らかくなるんだね、あの、骨が。さすがに背骨はダメだろうけど、ね、背骨は。でも、この小骨はね、血合骨はね、柔らかかった、今。ちょっとだけだけどね、食ったのまだ。このヒレのとこはどうかな、ここの骨はダメ、ここの骨、ここにも骨ほら入ってるからね、これは出した方がいいかもしれないね。ちょっとこの辺、この辺ほら、この辺、じゃあこの辺いきます。うん、全然食える、食えるというか骨が当たらない。これはやっぱりな、ちょっと気合がいるな、うん、まあいいや。じゃあこれこのままドーンと食ってみましょうか。ドーンとな、いきます。うんうんうん、おここんとこ、ここんとこの骨、ヒレ、ヒレごと全部口の中入れちゃったけど、うん、なんかね、食えるな、結構柔らかくなるんだ。うん、食える食える、うん、全然大丈夫だ、うん、大丈夫。へえ、これはなかなかめっけもんの料理ですよ。これ簡単って言えば簡単だよね。いっぱい釣れると焼くのに場所取るっていうかさ、でっかいあの焼き器がないとダメだけど、焼いてしまえばあとはほら、2倍酢。2倍酢っていうのは3倍酢の甘くないやつだよね。つけりゃいいんだからね。いきます。うん。なかなかいけるね。うん。いけるよ。このぐらいの大きさの。うん。いける。小骨が多い魚はこういう風にするといいのかもしれないな。ハヤとかも、ハヤ、ハヤなんかも小骨多いんだよね。うん、ただハヤはこの白よりもこの小骨の硬さっていうのがもしかしたらあんのかもしれないけど、細いんだけどね、うん、でももしかしたらこれと同じ料理で
いけるかもしれないよ。いつか作ってみようかな。ね、いつかっていうか、すぐ釣れるんで、すぐ作れるんだけど、うん、作ってみましょうかね。今度ね、うん、物の試しに言います。うん、でもね、うまい。うん、これ、うまい。うまい。うん、教えていただいて、ありがとう。じゃあ、パッパ食ったから、ここらで、うん。ちょっとお酒ね。今日はね、この、焼酎ですね。薩摩白波、芋焼酎、有名どころ。これはね、ロックで。なかなかこう焼酎のあてにもいいんじゃないのこんなのって感じで、あっさりしてて美味しいよこれ。あっさりしてて、じゃあいただきます。うまい。なんかあっさりしてて、うん、これご飯のおかずにももちろんいけますね、うん、今回は珍しく唐辛子とか何にも入れずに教えていただいたあの二倍酢のレシピだけで作ったの。だからただ焼いて皮目をこう、まあ一応中までギリギリ火が通るくらいまで焼いて、両面をね、それで二倍酢っていうのは、なんかね、ネットで見たらね、お酢3に対して醤油1、水 1.5 ってこういう配合らしいんですよ。まあ、なんかそういう配合で、一番スタンダードっていうか、一番簡単な配合だね、これで作ってみたんですよ、イアス。うん、うまいよ。うん、さすがに、中骨は、食えなそうだけどさ、うん、うん、これね、小骨が柔らかくなるのがやっぱりこれね、いいね、うん、それでいて、二倍酢っていうのは、酢のこの、なんていうんだろう、酸味っていうかさ、ガツーンと酢がもう、酢漬けとか言うとさ、かなり酸っぱいじゃないですか。これそうじゃない、やっぱり、あの、醤油のこのまろやかな味っていうのもちゃんと出てるから、ね、もうこれだけでもって、料理として、美味しく食べられますよ。美味しいです。うん、うまい。うん。この城、ね、釣ったらね、こういうふうにまたしてみようかなって気がするよ。ボラとかでもいいかもしれない。ボラ。濁いとかでもいいかもしれないけど、川魚。ね。結構これに、だから、生姜入れたり、この二倍酢にね、つけるときに、唐辛子入れたりとかさ。なんかそういうことをすれば、また違った味わいになると思う。うん、美味しい。美味しいですよ。と言いながら、パクパク食ったくて、うん、なかなか。皆さんもやってみれば、この城釣れたら、どこの料理なんだろうね。どこの料理っていうか、その、地方食のある料理じゃないのかもしれないけど、どこかの地方ではこれが有名なのかもしれないし、ね。本当に教えていただいてありがとうございます。てなわけで、今日の動画はこれにて、ま、終了にしましょうか。ね。焼酎を飲みながらな。うん。で、またなんか、ね、またなんか、料理が2品になるときには、こっちの、このサブチャンネルの方でな、うん、紹介することもあるんで、ね。じゃあ皆さん、なんかこんな料理あるよっていうのを、ね、知ってたら教えてくださいな。私が、お、これはと思ったら、こういうふうにね、作ってね、紹介させていただけますので、てなわけで、今日の動画はこれにて終了です。またじゃあ次回、料理が2品になったときには、こちら、サブチャンネルの方の動画で会いましょう。ごきげんよう。